僕ね、富田さんにぜひ食ってもらいたいと思って今日用意しました、はい、ありがとうございます。最高級のものとマジでそうでないものをちょっとねとりあえず用意しました。わかりました。一応ね、ネギトロって、まあ、これはねちょっとねもう誰でも分かっちゃうんですけど、はい、これよくあの本当にね居酒屋さんとか、はいはい、あの回転寿司さんとかでね、はい、あの扱ってるネギトロですね。お、光ってる、はい、これはあれですか、冷凍してた的な感じ。これはねあのしてないです。これはチルド、まあ、生の状態で、ね、あ、生でこれ光ってるのは油が光ってる、はい、油が光ってます。あ、そうなんですね、はい、原料は冷凍なんですよね。なるほどね、はい、で現状これワンフローズンっていって、まあ、1回で解凍して、はい、こうやってあのチルドの状態で出るんですけど、はい、これをもう1回凍らすと、うん、ツーフローズンっていって、ツーフローズン、はい、まあ、ワンフローズン、ツーフローズンってあるんですよ、うん、まあ、ツーフローズンの方がやっぱ味が良くないですよね。なるほど、2回冷凍かけちゃってるんで。あー、ノーフローズンが一番いいけど、ノーフローズがいいけど、まあ、生ですね。まあ最悪ワンフローズン、はい、最悪ワンフローズン。なるほど、わかりました。こちらでございます、はい、でこれねネギトロって言うんですけど、はい、あのネギトロっていうのわかる、はい、これこれ なんでネギトロっていうかわかりますか。ネギをトロトロにしてるから。あ、間違えた。それはない。わかんない。難しい。ネギどこにも見えないですね。ネギ見えなくないですか。確かに。下に隠れてるんですよ。え、それはないですよね。それはないです。まさかそんなサプライズがあると。確かに皆さん考えたことありますか。なんでネギトロはネギトロって言うんですか。全くネギ関係ないのに。全くネギ関係ない。ないです。はい、回転寿司さんとか行ってネギトロって頼んで、まあ、ネギ乗ってねえじゃねえかって文句言ったら怒られますからね。確かに。この意味じゃないからって。確かに。でよくよくネギ乗ってることが多いんですけど、はい、ネギってネギ乗ってるじゃないですか。はいはい、あれは、ね、関係なくて、ネギリトロって言うんですよね。ゾクゾクとしました。ネギリ取ったマグロなんですよ。それ意外と皆さん知らないですよ。そうですね、まあ、知らない方多いですよね。はい、豆知識、はい、だからもうネギリ取ったものはネギなんとかでネギ食べるんですよ。確かに確かに、はい、取るだけじゃなくって、そうですね、これから人生でいっぱいいっぱいネギリ取ることがあるかもしれないんで。確かに。、ね、はい、じゃあそのでは今日はちょっとこれをねあの食べていただきたいんですけど、はい、ワンフローズンのネギトロ、ね、これネギトロの中でも、うん、あの本当にいいネギトロなんで、いいネギトロ、はい、これぐらいいいですか。そうですね、はい、大丈夫ですね。このワンフローズンでもすごい贅沢、はい、ここまで乗せれることないですよ、はい、なかなか普通のご家庭で、はい、意外と乗せるなって今僕も、いや嘘、ごめんなさい。意外と行くんだなと思って。あ、このわさびもね、ここの北に水産さんの、はい、特製のわさびです。こんなでっかい ね、わさびなかなか見ないんで、はい、あのこれあのネギトロとかマグロに合うようにあの作ってますんで。それやばいですね、合うように。もうネギトロ好きにはたまんないわさびじゃないですか。間違いないです。ね、素晴らしい。すいません、じゃあこれで、やりすぎですね、これぐらい、はい、これぐらいでいいですか。はい、大丈夫です。はい、じゃあこれぐらいをちょっとまぶして、はいはい、そうですね、これでいっちゃっていいですか。いっちゃっていいですか。いっちゃってください。これ一口ではちょっといけないかな。ああ、これフリってことですか。できます、はい、ワンフローズンのネギトロ、ワンフローズンのネギトロ、はい、いただきます。チルドの、うん、めっちゃ美味しい。間違いない、ワンフローズンのネギトロめっちゃ贅沢。ありがとうございます。なんか求めてる、なんか求めてる。いやいやいや、皆さんがなんか求めてる。いやいやいや、これ CBB だなと思った。ちょっとすごい気になってますよね。もうめっちゃ気になってます。もしかしてファンだったんですか。まあ、ちょっと好きですね。ですよね。ちょっとじゃあなんか今日ね、撮影始まった時からね、なんかすごい見てくださるなって思ったんですよ。ちなみに誰が好きだったんですか。それこそ僕はあの石田遥香。あ、石田遥香が好きだったんですね。マジか。好きって言っても親父ですから。いいんですよ、いいんですよ、好きで。もし皆さんあのこれ見てる方で AKB のこと、ご帰省ぐらいのこと知りたい方がいて、皆さんにあの情報を聞きに来てください。ここからですね、うん、全く別物のネギトロ巻き、全く別物、全てが別です。わかりました、はい、これはですね、佐賀の走りです、ね、佐賀の走り、なんか甘みが半端じゃないですね。あ、甘みが違うんですね。甘みが違います。え、やっぱ違います、海苔でも全然。全く違いますね。むしろこの今魚とかも買えますけど、はい、もう海苔がうまかったら魚美味しくなくてもいいんじゃないかなって。ダメ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 、水産さんで、はい、あのマグロを売っていかないと。そうですね、はい、じゃあ今回も米は少なめにして、はい、失礼します。ちょっとわさび乗ってれば気にしないで、いっちゃってください。菓子の音が気にしないんで。菓子、はい、あ、ごめんなさい、つけ地のことを魚菓子の略で菓子って言うんです。え、そうなんですか、はい、初めて知った、はい、じゃあこれにわさびを。もう、ね、うまいの分かりますよ。あ、うまい、食べなくても分かる、あ、分かる分かる。もう色が全然違うんですよ、はい、じゃあこれでわさびを乗っけて、はい、今回はフローズンしてないやつですよね。してないです。フローズンしてない。ノーフローズン。ノーフローズンの。はい、いきます。はい、うん。うん。油が違う。油がうまい。
うまいです。あのさっき木村さんが油の話したじゃないですか。あのいい油オメガ3です、ね。オメガ3。はい、あのねいい油っていうのが食べた瞬間わかるんですよ。やばすぎる。はい、えだからもっと食べたい。はい、海苔わかります。海苔の風味、うん、甘みわかります。うん、海苔もネギトロもやばい。なんか言葉が出てこないのが本能的な感じでもっと食べたい、もっと食べたいとなっちゃってて。なるほど。じゃあまたちょっと次行ってみましょうか。はい。めちゃめちゃ美味しい。全然違う。ありがとうございます。うん、次はね、じゃあこれを行ってみましょうか。ウニですね。ウニ。このやっぱ綺麗に並んでる。で色が均等で黄色、うん。はい。オレンジはダメです。何に見ますかこれ。何に見える？原宿チーズドッグに見えないですか。例のウニドッグってこれがウニドッグです。